その解剖台上に投げ出された黒い王子型の木枕に近く、A画面の左手に当たってギラギラと目もくらむほど輝いておりますのは、背の高い円筒形ニッケルメッキのシンメルブッシュでございます。これは特別注文の品でもございましょうか。欧州中世紀の巨大な寺院、もしくは牢獄の模型とも見える円筒形の塔の無数の窓から糸のような水蒸気がしみじみと漏れ出している光景は、何かしらこの世ならぬ場面を連想させるに十分でございます。それから今一つ、初めのうちはちょっとお気がつきかねるかもしれませんが、やがてなんとなく異様に目に映ってくるであろうと思われまする品物は、右手の窓の下に壁に接して横たえられております長方形の大きな箱でございます。